婦ジのゲーミングメガネ。おはようだよね。あれおはようさんだよね。これはあれですか俺があげる時間間違えるから、うん、今おはようで合ってるのやつですかまあまあ、風刺してるよね、今、完全に。嫌がらせ。君は嫌がらせ。君おはようで合 <laughs> ってるっていう。っててるるあなた <laughs> おはようでってる <laughs> 僕がねあの、あげる時間を時々ミスって。 まあまあまあ、それを風刺してるのもあるし俺が15時ぐらいに「うん、あゲーミング目があるんじゃん」で、俺もそこら辺で告知するから <laughs> <laughs> するとしても、ね、あじゃあ気づいてないってこと <laughs> 俺フーディさんに気づかれてると思ってるから毎回ツイッターですいません,ん間違えましたいや俺全然気づいてなかったんだ全然知らない黙ってた方がよかったのに 俺だって毎回ミスった時になんで俺朝六時にしたんだろうってやっぱ自分で思自分で言ってんのにまあまあねいやでも別に今日今日だって俺が送ったらそれやればいいじゃん遅かったらだけどそうまあ遅い時間の時あるからそうそう遅い時間の時あるじゃん前前もねその一回マージャン行ったじゃんああなるほどねそうそれでちょっとなん寝ちゃってごめんなさいすみませんちょっとあのそういうはいまあ時間気にせずね楽しんでいただければと思いますけども はい、ということで始まりました。はい、今週1週間あったゲームリ事長についてえ、キモメガネこと藤さんとえ、デブメガネことヒロチンが話し合うラジオになってます。いつも皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません。えこちらのゲーミングメガネなんですけども、はい、前回、ライブありましたよね。はい、8月の8日かな。うん。はい、もう大盛況で終わりましたけども。ありがとうございます、本当に。うん、えっと、10月2日にですね、お<っ>もう第2回が決定しておりまして。はい、なんと。 第2回ゲーミングメガネライブボリューム2ですね名前もボリューム2になってますこれがはい10月2日17時開演で決定しておりますこちらもねオフラインとオンラインどっちもまたありますまたはいして前売りが2000円なるほど有料配信は1000円だけどやっぱ来たらね来たでね楽しい部分いっぱいありますからいや面白いはいまあまあこれはね前回なんかもうオンライン100万円近く売れててそうねうん いやありがたい限りですよ。現地も30、40ぐらいかな。40人ぐらい,来てくれたいましかいない。もうコロナ禍ではもうパンパンの状態で本当にまあ終わった後ね、あの吉本の社員さんがもう正座してました員、ね。えそんなんだったっけいや僕もあんまりちょっと記憶に。いやいや違う、そんなんじゃないよ。そんなんじゃなかったでしょ違う違う、あの、黒服の サングラスかけたのが並んで全員俺通ると頭下げてた。みたいな全員グラスかけて。みたたいなって俺が通ったところ頭下げて百100でオンライン100で全然そんなもんじゃねえからみんな。そんなもんじゃない。上の人たちって。まあでもそれでも僕らがね普段ライブやってないわけじゃないですか。我々のお見に来てくれて本当にね嬉しいことでございますけども。いやありがといまあおかげさまでボリューム2 やるということになりますて、ではい、まあ、えー、例の通り我々よりも先に、えー、つむじ風のロニーという男が、はいえー、告知をしておりました。はい。スパイ。我々来てないんだよ。そう。なんか俺らがこれね、はい、これちょっとロニーも悪いわ。俺らがなんか告知してないみたいな。はい <laughs> いや早すすぎますよね渋ってるみたいなんですけどあの社員からも連絡来てないし社員とも,もちろんね日にちの打ち合わせ俺らがしてるよけどそのじゃあ告知スタートですとかチケット売り始めましたのでとかっていうのはちなみにちなみに来週東京ゲームショウあるじゃないですかあれも俺ロニのツイッターで分かりました <laughs>。 あれは一応吉本芸人がツイートしてたからいや吉本芸人がツイートして「<laughs> ね、ロニ」「ーな何かロニが来てるらしいよ」みたいなで見たら「あれ?」みたいな仕事内容も俺ロニーから聞きました変なやつだなえいし吉本社員なんじゃん実はいや実は、うん、いやでもこの間の岐阜イベントに来てますから <laughs> <laughs> 俺の俺の岐阜イベントにの吉本一番関係ない仕事ね <laughs> 吉本一番関係ない岐阜に大阪でもね東京でもね岐阜に来てますからすごいな ってなると、やっぱ吉本社員じゃない、何者なのかわかんないですけど、まあね、あの彼がね、あのいつも、すこしてくれて、ありがとうございます。ですけども、そんなゲーミングメガネライブボリューム2ね、もう決まりまして。はい、チケットも売ってますので、ぜひと皆さん、チェックお願いします。お願いします。お願いします。はい。はい。そんな中でございますけども、今週はもう、うん、正直話すこと、これしかないんじゃないかな。あら。まあ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 、ぶっちゃけその話、ね。 みんな期待してるだろうしね。うん、はい、スプラトゥーン3が発売されましたう。もうボケ思いつく前に言われちゃった。<laughs> なんか違う変なニュースなかったっけ？<laughs> と思ってたけど。言われちゃったよ。先にうんスプラトゥーン3がね、はい。あんなに言ってたけど、まあ、やっぱり。でも前夜祭から早かったね。うん、すぐだった。早かった。なんかもうすぐでしたね。あっという間。 でしたけども、えー、なんと「スプラトゥーン3発売されてもう右も左も上も下も「スプラトゥーン楽しい」えマジ流行り方やばくないですかいやほんとそうよあのー、すごいっすよねこの前ってか昨日か、あのー、お仕事ね、うんあのー、とにかく明るい安村さんとお会いさせていただいて、はい、だいぶ前に全然違うゲームで一緒にはい、はい、あのねなんかあの配信とかさせていただいたんですけどはいはいはい もうあのついて新幹線あのついてしたらもうあ藤君みたいなあーどうもあーなんか奇遇ですねみたいなったらスプラトゥ面白いねってもう、えー、もうやってるみたいでんんやってるんだ今までや結構さ隠れスプラトゥーンプレイヤーの人もいたじゃんあ<ー>んまあ芸能人とかでやっぱいましたねそれがまた3で増えてますよたくさんはあ,<ー>あー これはねそれぐらいもちろんねタレントさんも多いですし一般の方でもねこれから始めるって人いっぱいいるだろうからね2かラ3から始めるめっちゃ多い気しますねやっててやっぱこれねちょっとねんつうの考察的な話になっちゃうんだけど1号は考察好きだなコンビでいやいや相方コンビで西沢がうるさくてさ考察さあ自分もしたいんだ本当はええまあまあまあ俺は考察というか考えっていうかね 考察だからそれが <laughs> 考え自分の考えを言うのが考察なんだから <laughs>。え <laughs> なんか考察なんだよそれ,それこそ日ッサンと話したんだけど、はい。は,いは,いはいはい、あのワンって Wii U だったの。Wii U でしたね。もうかまず Wii U っていうのがちょっとまあまあちょっと負けハード。まあ Wii U であんまね流行んなかったです、うん、持ってないでしょみんな。うんでツーはスイッチ出てまあちょっとしてからだったのよ。はいはい,はい,はい、はい、まだちょっとスイッチに牽制してる勢がいる。 いいのかな面白いのかなスプラトゥーンのために買う,、うん、うんみたいなでもまあやっぱ5年間スプラトゥーン2が流行り続けねマリオカートとかなんかもういろんなゲームでやっぱりスイッチってのがねゼルタとかでもそうですしうん、うん、どん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 流行ってって今何な,なら一番シェア率高いんじゃないかぐらいのねコロナ禍も相まってね。 あそこら辺からすごかったあつ森、ね、もそうだし動物の森がすごかったあれエグかったっすよそこら辺からのスイッチの売れ方てなってだから家庭に結構馴染んだスイッチという時代に出たスプラトゥーン3なんで、うん、出たやっぱソフトだけ買ってね遊べますからその持ってるからね、うん、スイッチをっていうので、うん、こう相当流行ってるんじゃないかなとまあ確かに元々のゲームの面白さもあるし、うん、そのブースト的なね、うん、そう今までの1 2に比べて 手になんか取りやすくなってるんじゃないかっていうのもあるのから、うん、いやすごいだあとなんかさちょっと面白いと思ったのがさ、はい、あの街バンカラシティ歩いたなんかこうああまあちょこちょこ歩きましたけど有名漫画家イラストレーターばっかじゃない絵描いてんの <laughs> もうだからみんなううえマジっすかいやなんかやっぱりパッと見るとあ SNS のこういう人だとかあ人気な人だとかもう絵柄がまんまだったりとか。 俺,俺レプチンさんのやつしか見つけらなレプチンさんかいいや初めてだけど確かに。レプチン本物ってて書いてました<笑><笑>それが一番偽物のやつ。ああレプチンさんだと思って <laughs> あそういえばやってたなみたいなやつさんに配信してましたけどもいやめっちゃそれこそ周りの、うん、レプチンさんもそうだしノッチンさんもやってたしもともと別ゲー結構プレイしてた人とかがねやったりとかもしてるし<う>あとワンデモり勢多い。 あやって2スイッチまず買うかなでやってなかったとか、うん、もしくはやってみた結果俺は1が好きだから2はあんまハマんねえみたいな人がやっぱい,しょいたわけですその人たちがやっぱ3ちょっとやってみようで戻ってきてで結構まんまとハマってますねそういう人々 なんか僕の僕ワインやってないんですよ、うん、はいはいはい、はい、2>, 2もめっちゃ後半からやっててほんと俺らのを見てみたいな感じだもんね俺らがやってたんんと出会って。うん。 な、なんでこの人たちこんな登録者いいんだってなって。おお、そんな分析があったんだ。嫌だな。なんでこの人すげえなと思って。<laughs> その最初に、なんか芸人ギルド呼ばれた時に。たにね、なんだこの集団は。って <laughs> 一番最初に知られたら裏切り巻きーーコングって出てきて。<laughs> え、めっちゃ登録者いる。何っ言ってた。スプラトゥーン。えー、こんな流行ってんだみたいな。ね、大人気でしたから。本当にそう、そっからやって、僕ツーから始め、ツーのもう本当末期から始めたんですけど。はい、やっぱり、周りから聞くのは。 1> 1の方が面白かっただーまあ2も2でも面白いし、うん、その戦略的で面白いゲームではあるんだけどうん,、うん、なんか1の方がまだ良かったよねみたいな、うん、あいい意味でやっぱ違うゲームだからね、うん、結構、うん、ち結構だいぶ変わりましたよ、ね、そうやってることには似てるというか同じなんだけど、うん、なんてつうんですかね本当に細かーい部分がいっぱい違うから<で> 2>, <な>2の方が多分1よりちゃんとその進化されてやりやすくなったし多分プレイヤー のやりやりすいそう完成度は高いじゃないですか,、うん、かそれをそのままその3で反省を生かして出したみたいなやっぱワンツーっていうその反省材料があるからもうん、そりゃいいものになりますよっていうのでなってますね本当に。 やってますよ富士山ああ僕はでもねちょこちょこになっちゃってるけどねちょっと本当あのマジな話すると編集めっちゃしてるんで今そうっすよね日産 <どう S 2> が配信してずっと編したりとかってやってるんではい、はい、ちょっとねあんまりできてないですけどもまあまあまあでも結構遊んではいますよ普通にうんえどうっすかやってみていやー普通にあのー、何よりあの僕今バレルスピナー使ってるんですよほあ<ー>全然使って珍しい、まあ、ちょいちょいなんかプラベとかで触ってたけど ホットブラスターとかか近距離武器ばっかの僕がホットブラスターもド,ドライバーもワイプあワ,イワイパーね。はいはいはい、ワイパーうん。まあもう多分二度と使わないんですけどワイパー二度と一回使ったんだあの。使ってみたらすっごい難しそうだったからうまい人が開拓してから使おうと思って。あれね <laughs> あれあれ。あれいあれでうまい人って多分他の武器使った方がうまい <laughs> になるんじゃないかななんかでもちょこちょこね情報を見るとねちょっとワイパーの話だと、うん、だ多分その。 刀みたいな見た目してるじゃん。だからそれっぽい戦い方しちゃってるけど、うんうん、多分違う。ジムジムワイパーの方がまだなんか強いみたいだね。あれですよね。望みありますよね。あったりするけど、まあでもそういうのもね、どう変わっていくのかもちょっと楽しいですけどでもバレル、バレル使ってるんですよね。もうホッピング、ホップソナーともうバレルで。ソナー強い。めゃ楽しい。矢倉にホップソナー置いて、遠くから打ってるだけで楽しい。い,いや、そういうちょっと、ね、おくおくの多いんだよな。 確かに置き物多いよね。バリアもそうだしあ。なんかその辺がね、ちょっと、あの、新しい武器を使うことに、なんかストレスがないというか、やっぱ新しいゲームはしね。<あ>うん、確かに。そうそうそう。まあ、それこそ俺がうまくなってるからかもしれないけど、その1の時よりも。だからかもしれないけど、だから、普通に楽しいですね、全部。なんかもういろんな武器使って、いろんなスペシャルやって。あっ、ちゃやってますよねあそうなんですよ。私、なんなら、はい、あの、バンカラマッチより、多分ナーバトラーのがやってる。 いやそうですあすの大体僕僕ずっとバンカラマッチ潜ってやってるんですけどフーディさんとかフレンド出てくるじゃないですか、うん、であのなんかニ西さんだったらバンカラマッチのマークであーあのポーンって出てるああなるほどねつっつてほのフレンドがナーバリやってますなるほどねフーディさんのところだけ何かわかんないんだよ<の>これそれやってないからい、ね、<laughs> ナーバトラーやってないから何やってんだこの人ずっと。<laughs> 場から潜れやと思ったけど僕もちょっと街見てみたら「あ <laughs> あ、ナワバトラー」っていうカードゲームあそういえばなんか言ってたなみたいな。あれ、俺一回やって、うん、ちょっとよく分かんなかったんですけどあれ何なんですかあれはおもろいよ。はいでした。本当に俺もやってないから分かんない。イゴ,イゴに近い感じで、まあ、要するに陣取りなんだけど<ー>ちゃんとねナワバリバトルのあれがあるんですよ。スプラトゥーンの。 最初自陣あの要するになんかブロックマス目が決まってるブロックでチャージャーっていうカードだったらチャージャーの形したブロックなの。なんか横長に取ってとこれついてみたいな。っていうのがあってそれをまあ並べていく。うんうん、だけど、まあ、簡単に言うとね。でそれで並ばった時に最終的にタイルをいっぱい自分の,あの並べたタイルで埋めてる方が勝ちみたいな。なまあ塗ってる多く塗ってる方が多いみたいな。 っていうものがあるわけですよまず自陣敵陣があってはいはいありますねで例えばねここをねきれいにその例えばこういう L 字と L 字重ねて隙間がないように作ってみた、うん、自分の陣地の上に置けないんですよだから重ねないだからなんかこう穴開いちゃうとずっとその子は穴開いてるみたいなうんなっちゃうからきれいに塗ってくってできるんだけどそれするとギュッて相手が先に来たらなんつうの置きづらくなっちゃうわけ敵のインクがあって。 敵ののインクの上置置けけなないいから置けないで敵は敵で自分のインクの周りに置けるから広げちゃうわけだから自陣塗りばっかりするのは良くないただ敵陣にバッて塗りに行くとそれはそれであのそのあんの間をこうなんの周りを固められちゃうと結局そこから何も伸ばせないからとかそこら辺の,、ね、あのやり取りもあるしチャージャーはまっすぐ長く塗れるけどローラーは横に広く塗れるとか。 はもうちょっと語るときりないんでやめますけど、うんはい、あスペシャル貯めるスペシャルどこで使うとかそういうのもあるから、うん、あれで今んとこねあれオンラインバトルあんのかな,なんか 街の,の縄張らとらできるとこ行くとあのカードショップにいるオタクみたいなやつらと対戦することますよねい言い方悪いなお前かわいいだろクラゲたち <laughs> かわいいかわいい <laughs> でもなんかね武器違いたりとかねあそこだけねなんかね日が当たってない感じがして嫌なのよ <laughs> 高いよ、ね、横のビルがそう横のビルがね<分>高いのよ空き地でやってる感じなんだけど、うん、なんかそうだからとりあえずコンピューター戦でずっと遊んでるけど えー、対戦あったら楽しそうだなと思います。あとやっぱカードをね集めるとかこのカード強いとかもあるしあとなんかこう穴ぼこだらけでっかくて穴ぼこだらけのカードとかあんのあなんか使いづれなと思って別のカード見たら <laughs> あれこの穴ぼこにぴったりだなとかこ<え>ういうこれとこれの組み合わせありなんだなとかカードのコレクション要素もありますよね集めるあれパックかぶるからねあのパックもらえて5枚 カードもんだけどちゃんと被りがあるからちゃんとレアカードとかもあるしあれはね遊んだ方がいいっすよなんでやってないんですかすいませんあいやお前じゃないお前のお前の後ろっていうか見てるお前らおい見てるお前らってえっリスナーのこと見てるお前ら見てるお前ら俺とヒロチンが喋ってんのなんか見てやがるお前らタイムスリップしてきたこのシステム知らないの動画を出したりとか いいタイムスリップしてるわんだこれ宮本武蔵バキノんじゃこれは切違うんだ気すぐ切ろうとすんなよいやピクルみたいにすぐ女を抱こうとすんなよすいません本能だけで本能で動くんかね意外とツイッターとか SNS 系にもそうナーバトラーの話全然出てこなくて俺がんとなくツイートしたらんかナーバトラーのこと喋ってるみたいな 反応されたたりとかしてたからいやでもスプラ2も正直ま僕はガチマッチしかやってなくてああだヒーローモードとかやってないのかヒーローあま奥、あのエクスパンションはやりましたけどヒーローモードとかサーモンランとか<あ>ーサーモンランなんか全くやってないんですよはい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 ンンはそれのスプラっていろんな人がやるしいろんな年齢層の人がやるからどれがだサーモンラン勢もいるじゃないですかうんで今回は特にサーモンラン勢に優しいあれになってるよね いつでも遊べるしっていうえだからマジでナーバトラー勢が出てくる可能性がありますよねいやなんなら俺ちょっとそっちになりつつあるからねやっぱ何、ま、からそこら辺をねちゃんとやってくれてんのがすごいっすよねやってかねやっぱさ最近ってさゲームってまあ無料なのも多いからなのかもしんないけどさ、うん、とりあえず対戦だけできますで、まあ、アップデでなんかちょっと増えました はいはい、期間限定の、うん、なんかバトルとかね。とかさ、うん、そんなのがまあ俺らがやってたのがそういうの多いじゃん。うん、やっぱ久しぶりにこうスプラトゥーン3をさフルプライスで買ってさプレイしたらさこんな作ってんだってなるよねこんなちゃんと作ってんだみたいなさいやマジで <laughs> 本当にそう。縄張りバトルガチバンカラマッチとかは当たり前のとこからやって <laughs> ロビーの,あのロッカーとか。 あとステッカーの数とかあとネームプレートとかロッカーロッカーシステムねえだしで縄バトラーめっちゃ作っててヒーローモードもしっかり俺結構ヒーローモードまだ始めたばっかなんだけど俺やりたいぜだからやるんだけどなんとあってみたいなあとあのー、街とか歩いてるときにカスタマイズ押したらもう早いっすよねファって今回そうだねなんかロビーとか行くのもファって早いんすようーんロードが短くなったねそうもうああいうのがね、はい 最、はい、最適化最適化化したんだろうねそうバンカラマッチもねもう全然イラつかないび <laughs> <に> <laughs> っくりした俺これもうスプラ2やってる時にもう無理だこれと思ったんですよ。うん、ああだからもうなんつうんだ 結構ね、あのム、ー、カってきちゃうっていうのもねもうスプ,ラねスプラトゥーンっていうゲームはもうイラつくゲームなので仕方ないって思ってたんですよ <laughs> いや危ない危ない到着点にいいことしてたなそうどうしようもないでもそ面白いからやるわけでもうこれは仕方ないこれはもう自分のせい全部自分のせいじゃないですか自分に対してのいらちとかあって、ねうん、なっちゃうねな,なんだけどもう今回の,もうそのランクマッチバンカラマッチガチマッチ ももうね1ミリもイラつかない <laughs> やっぱ楽しめるよね今は本当だからそれ今僕大きく変わったのが多分一戦負けたら下がるじゃなくて今って 5,、うん、た5試合ぐらいやってくださいみたいな感じ,じゃないですか5回やってその最終結果<う>チャレンジはね、うん、あだから5回勝つか3回負けるかで終わって、うん、その、うん、終わってじゃないですかだから1試合1試合の,、うん、あのなんかその重さみたいのが違うんですよねしかもちゃんとさ 例えば一勝しかできませんでしたの、ね、もうさ、うん、自分が塗ってた自分がカウント進めてたっていうのをさちゃんと加味してさポイントもらえるよねいやだから多分ね俺の配信見てたんじゃないかないやねえよあんな最近だぞ俺の俺がスプラットやるのさああゲームやるやーとかってやってたらさ「ヒロチンさんが死にそうな顔してたのでこっち来ました」<laughs> みたいな「<laughs> だ黙って <laughs> 怒りながらやってます」みたいな。<laughs> って配信終わるときも <laughs> あやめまーすあようでした <laughs> ま,まあまあまあ俺がもうね <laughs> やっぱもう1ミリもすごい,あい,やい,いことやねそれはうん本当にすごいあとさもう一個嬉しいのがさガチバンカラマッチ2つルールあるよねちゃんとオープン,チャ,ンーチャレンジオープンねまあ別別ではあるけど内容というかそのもらえるポイントとかはでもあちょっと今エリアじゃなくてヤグラ遊びたいなとかさ ここよりもなあ、あさりの方がいいなとかっていう時に、こっち変えてってできるのもね、楽しいですよね、あれ。あの、フレンドと一緒にできるってマジででかいんですよ。そうだね。あれ1の、ワンのタックマッチっていうのを踏襲してるんですよ。ワン、うん、は昔そうだったんですよ。ガチマッチをタックマッチっていうのでやることができたって。でも上がりづらいがりづらい,いや、えっと、S までしか、A プラスまでしかいけないんだったかな。なんか確か。はい,はいはい。そっから先はなんか自分で上げなきゃいけないみたいな。 あのそのシステム的にはめっちゃバロラントなんですよね。うん、ああなるほどね。バロラントって前まで、うん、あのーまあ、5人でできたけどランク下がったら誰いけないみたいなうん。っていうシステムあったしそう2個以上離れてたらいけないだったじゃないですか<ー>でも今は5人でどんなランク帯でもいけるんですよ。ただその代わり上がりも少ないし下がりも少ないですよっていう、うん、あのシステムめっちゃ良かったじゃないですか。ははははいはいはい、はい まあ下手な人が足引っ張って、負けたとしてもまあ、別にそんな下がんねえしな。変わんね、えし、何より今練習にもなるし、<う>あと、一緒に遊べるし、ね。一緒に遊べるってのはやっぱでかいんですよ、えー。そうですねいや、そう。だから、まあ、どんどん進化した結果、本当に今、オンライン対戦ってものが、定着した結果が今、ってこと、ですよね、本当に。いや、本当、だから、このスパラ2やってる時に、スパラ3出ても、配信者とか多とか続けないなと、思うんですよああ、なるほど。 スプラ2を始めて途中でやめた配信者めっちゃいるんですよはい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 、はい、もうあのイラついちゃってあとスプラ2はなんだかんだもなかったからね今から始めて上手くなろうってするとやっぱり先駆者に勝てなかったでするから B はその辺がねそうみんなでできるからやるんですよあれスタートだしみんなで友達同士で、ね、そう友達同士やるから配信者同士は配信者同士で、ね、ルールごとの腕前もないしな全部統一だから X 出たらあるんですよね確か X マッチが多分そう、今までのガチマッチになると思うけど、ね、あるから、いや、ほんとね、<や>ちょっと語るときりないですけど、本当に。うん、めちゃくちゃ面白いし、まだまだ遊べますね。はい。まだからどっかでちょっとね、負け組ゲーミングメガネタックマッチやらないとね。負け組ゲーミングメガネタックマッチうん、2500いけなかった男と、ああ、まあそうね。2438ホットブラザーでいけなかった男で。 ちょっといやちょっとあれだな一緒にしてほしくないないやいやお前あのすしべっちゅうとかあの寒い武器でしょあっあれでもすしべっちゅう使われてましたよね一回あ僕はあの一回使ってそっからあのはるちゃんっていうあの天使にほっとかスをあっいや一回使って上行けなかったのにその人がすしべっちゅう使ってるからってどこにそれそうよくないんじゃないですか自分がそうやってすしべっちゅう囲まれてる囲まれてる 俺つきつけられてロンパで勝とうとしてる。俺、富士山に勝たないと打たれるやつだいや、本当ね <laughs>。<laughs> 目標を打なかったやや。悔しかった、本当ね。いや、ん,んでね。そうですね。ちょっとそこをね。やりましょう。気持ちなんで、しかもなんか2497とかと思ってか2490。<laughs> 最後、残り1分で。 で、勝勝っったたねね確かんすよで7来たら勝てるよっしゃっつったら5って出て、えっつって、まだいけるっつって、レン確かにスケジュールが更新しましたつって。パリンつって終わっちゃった。パリンつって、ふざけんなっつって終わりました。やりましょう。オープンマッチやりましょう。おもしいから。遊べますんで、ちょっと遊びたいと思いますけども、そんな話の中でですね、はははいいい今日は欲張るセットですけども、はい多いですね。はいままああ ニンテンドにつながり。ま、ニンテンドではないのかもしれないけど、つながりで。あの、新しく最近ね、出たちょっとチャンネル。まあ、あんまり他のょ <laughs> YouTube チャンネルの話するのもどうかもわかんないですけど。はい,はい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 。私気になってるのが、桜井正宏。すみましたね。桜井正宏さんのゲームチャンネル。<laughs> はい。ゲームを作る。ゲームを作るには。超話題になりましたよね。いや、あれね、あの、私見てるんですよ。はい。すっごい短いんですよ。 まず、一個の動画が四分とかじゃないの？はあはあ、<laughs> すごい短く、その単純な部分について、すごくちゃんと喋ってるのよ。うんうん、例えば、ラグとかねあの、画面の表示ラグ、表示遅延について喋ったりとか、あとはその何だろうあの、ゲームを作る際に何を考えているかとか、うんうん、あと、好きなものを作ってるんじゃない<っ>とかね。あ 作り手のゲーム制作側の話をしてるんですよね作り手側から見たそのゲームの面白さなぜこれはこう面白いのかなぜこれはこう作られてるのかみたいなすごいやっぱなんかた確かになんうのよく考えたら当たり前のことかもしれないんだけど、うんね、俺らゲーマーからしたらうん、うん、けどやっぱああでもそれを作る側がやっぱこう考えてるから成り立ってんだなみたいなっていうのをね見れますからあれはねすごくいいなと思う。 もう最近ハマっっててるんでずっと見てるんんででずと見すかいやめ全部見てるしで、あのー、すごいのがちょっとね、あのー、内容に関してはもう皆さん見てほしいのであれなんですけど面白いのがあの最初の冒頭っていうか最初の動画で言うんですけど普通にゲームの映像を使いますって言ってあの<え>怒られたら対応はすると<え>こうやって言ってどういうことと思ったら赤炉とか。はい コーールオブデューティーとか普通に出てくるの<え>画面が任天堂自分の関わったゲームだけじゃなくて全然で右下に別になんかあの RC ソフトあのあれはいはいはい会社のねないな,ないただ出してるで,でもまあもちろん,ん45秒ぐらい全然短い動画なんだよ出してあのゲームとはこのようにリスクとリターンがあるから面白いですとかっていう時にパーって普通に出たりとかあの表示遅延の話だったら COD で 打って,打って押してから打つまでがとかあとフレームレートの話とかもね 60fps とこう見えて30だとこう見えちゃいますとかえ桜井さんが COD を打つんですかだいやプレイしてるわけじゃないのあのプレイしてるわけじゃない<話>映像が出るる時にポて,出てくるそれをなんかはっきり言ってんのと確かに桜井さんだったら 言わないだろ今更ってい,うのはいや言わないしありがたいと思うじゃないですか、うん、そうそうでちゃんとそれをねなんか変な使い方も,もちろんしないしねいやそれはねそうそうそう、ね、その題材として教材としてすごくあの適,適してるから使うみたいな感じだからすごいねなんかゲーム好きな人が作ってるなっていうなんかその <laughs> 内容というかえっ櫻井さんはそのゲームその何を目的でそれをやってるんですか これはね、もうこれも本人がはっきり、あの、動画で言ってたんだけど、はいはい、ゲームっていう概念を、みんなの思ってるゲーム、うん、この世にあるゲームを、ちょっと面白くしたいんだって、全部。全部<ー>ジャンルを。だから、俺らが見てさ、例えばさ、フレームレートの概念が分かってなくてさ、30fps でずっと、ね、<ー>シューティングやったりするじゃん。でも、60fps っていうのを知って、何が、なぜこれがヌルヌルでいいのかっていうのを知ったらさ、わ じゃあ 60fps でなんか遊ぶ楽しさというか、遊びにどうすればいいかなって、もう一個こう踏み込んだりとかできるわけじゃん。そういうのを、足掛けを作るというか、っていうふう確かに、こうやってかん、うん、あこれもなんかちょっとしたことだけど、うん、こういうふうな考えで作られてんだって、ゲームをやってる最中に思うだけで、<う>確かに。だってあの、マリオの甲羅の話とか、すごいよ。のこのこと甲羅の。敵であるのこの。 踏んで武器にするただその武器も跳ね返ったらダメージになる、うん、とか踏むには当たる位置までいかなきゃいけないとかもう、まあ、そういう話をするのよ確かにマリオのそののこのこのシステムにた関して、うん、疑問点を持ったことがないあそうそうでんでかっていうとちゃんと作られてるからねその感ちゃんと作られてるしやっぱもう子どもの頃からマリオってそういうやつだと思ってました <laughs> のこのこってのは踏んで甲羅が出てそれを投げて自分に当たったら食らうってのがもう、うん、頭 DNA で入れられてるから一回アクションゲームやるとさ踏めるか試すじゃん俺らってはいはいはい上から踏むってでもあれもマリオからなんでね踏んで倒すっていう普通パンチとか武器で切るとかじゃん踏むっていうだから常に 2D 横スクロールだからこそそう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 できたアクション常に しかも攻撃モーションになるわけじゃんジャンプという必要、はい、不可欠な行動なんかそういうのとかも考えて作られてるマリオってすごいですよねそれを踏襲して私は星のカービィをこんな風に作ったんですみたいなうーわこれはねおろいよ <laughs> 茶化かす俺一個も見てないんかったんですけどちょっと見ますわそおも面白いえっな何 何を思って今までゲームやってたの俺はただ人より上に行きたくて人を倒したくて桜井さんそこをちゃんと説明してくれてますあいやそれはもちろんやっぱあの岩田岩田社長を超えたいみたいな <laughs> <何><あ>そんなに言ったじゃんじゃあ一緒じゃん全然言ってないじゃあ一緒言ってないから。<laughs> 確認するわいやー面白いそうだか,らだからあれを見て思ったのは俺自身がもともとそうなんだけど オンライン対戦の勝ち負け超面白いじゃん。はい。でもそれだけじゃないんだよっていう部分は。まあ PVE の部分ね。PVE、PVE っていう言葉すら、だからちょっとなんか、なんつうの、違和感感じてくるよ。<え>それが桜井さ,さんが言ってました。PVE っていう言葉自体ちょっと違和感感じますよって言ってました。言ってない。だけど、ちょっと、富士山通すとね、やっぱ富士山集がすごい俺言葉が、うんまあ、かなりきめ細かいからね。うん、<laughs> そうそうそう。きめ細かいっていうか、なんかね、荒いのよ。 細かいところもあるし荒いところもある全部に俺のエキス塗ってあるから通るとちょっとついちゃうそうついちゃうのよ封じエキスがだから俺から聞かないで見て確かに生で見ますうわなるほどそれはちょっと面白いっすねゲーム好きだ本人も言ってたけどゲーム好きもそうだしゲーム知らない人もそうだしゲームちょっとしかやったことない人も全員見てほしいで見た上でああまあゲーム興味ないなとかさあったら全然いい こんなとこで布教する必要もないぐらいまあいやでも今週1週間気になったゲームのニュースで本当に僕の中でもフージさんがやっぱ好きですからね桜井さんのこといや本当に憧れて、うん、尊敬するわちゃんとねあの好きなものを作ってないとかの話もしてますからすごい話あであれコメントはあれですかおすすめの YouTuber 聞いときます <laughs> いやまあ一応聞いとくじゃん <laughs> いる,るいる俺知らない YouTuber とか書かれても俺も知らないよ本当、ね、俺ほんとごめんそういうので見ないタイプだから俺も <laughs> これだけおすすめしといて悪いけど <laughs> 俺も俺人から言われても全然そういうの見ないから <laughs> 俺もなんか人から勧められた YouTuber とかよりもなんかそのなんかタイの屋台の飯とか俺そういうのばっか見ちゃうから <laughs> <laughs> ごめん毛の恋取ってあの遊んでるやつとかね <laughs> ホモサピね <laughs> 見ちゃうわああいうの虫食ったりとかあれはおいしそうなのよあれが白いなって自分絶対食わないけどおいしそうに見ちゃうなみたいなそれまた別今度話そう自分が見てる YouTube がゲーミング眼鏡 YouTubing 眼鏡で YouTubing 眼鏡一回しちゃう YouTube ただ見てるだけの眼鏡ねいっぱいいるぞこのようにはいそんなわけで話しましたけどもねまあまあ東京ゲームショウもねえ来週もうあるかもう 来週というかもう今週っすよ。そうだね。うん。木曜日からですかね。われわれもね、させていただきますので、ぜひそいただいて、はい。これからもね、ゲーム、ざんまいな日々をっていきますのでね。はい。皆さん、ぜひ、チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。というわけで、本日のお話は、お眼鏡にかないましたでしょうか。また来週お会いしましょう。さよなら。はい、なら。